はい、どうも、しがです。さあ、今日もですね、戸田ボートレース場来ております。まあ、家でネット投票でしてもいいとは思うんですけども、まあちょっとね、近所迷惑になりそうなんで、やっぱちょっとまた本庄来ちゃいました。まあ戸田でしかできないと思っておりますので、江戸川もね、ちょっと行こうと思ったんですけど、まあ江戸川はトイレがないんですよ。だからちょっとやばいことになったら、ちょっとやばいことになると思うんで。ただ戸田はあそこにトイレがあります。最強です。ただこの辺自販機がないので、買っていくのがおすすめです。まあ誰もやらないと思いますけど。さあ、今日ですね、3月9日の戸田の2日目になっております。今日の番組は、以前平和島の4話でやった A1 1人 VS 5人 B 級というレースの説解になっております。この番組構成の醍醐味といえば、その A1 選手が来るのか来ないのかで全然オッズが違ってくるというところもありますので、前回のね、平和島ではボッコボコにやられたので、その辺の経験を活かしてやっていきたいと思います。今日ですね、ピックアップするレースなんですけど、午後から雨予報なんですよ。なので今日もう1から7レースの間で6個のレースをピックアップしていこうと思います。ただ今日前半に、前回やりました SGC 本庄メゾットにハマるようなレースがありましたんで、今日はそこでピックアップしてやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、さあ、それでは前半戦はですね、1、2、3レースをまあやっていこうと思うんですけれども、ここ1レース、前回やりました SGC 本庄メゾット、まあ前回全然ダメだったんですけども、すごい思いました。もうかなりね、うがった考え方をしすぎ、一番最初に買いたいと思った面を買うのがまあセオリーなのかなと。ボートレースは展開ゲームだと僕は思っておりますので、ここは頭を当てれるかなと。あとは紐穴でちょっと狙いたいという番組構成になっておりますと。モーター的に1号艇の森田選手がモーターいいんですよね。 30% のイン1着率ですので、まあ川村選手がどちらかというと頭を取る選手ではないので、まあその辺でちょっとどう出るかで、こう進入が 1,2,3,6,4,5 という形になっておりましたんで、川村選手の頭ももう考えなきゃいけないということで、買い目こんな感じです。もう1頭、これモーター上位なので、前節江口選手が乗ってたモーターだから、ここを買わないわけにはいかないというところ。そしてあとはまあ紐でどうするかっていうところで2と5を書きました。そしてですね、あと川村選手、これ4コース制になってくると 9.4% の1着率っていうのもあるので、まあここの頭はもう絶対買わなきゃいけないかなと思っております。なので6頭をたくさん買って、川村選手は自在系の選手でもあるので、これはまあまくり差しという目で今回は買っていきたいと思います。で、合計が4200円という形ですね。ひもあの候補で挙げたのは5号艇の小上選手、5コースになる坂本選手が体重が 59.4kg ということで、そこで行っていきたいと思います。まあ頭を当てやすいゲームとして、ここは番組構成的に選んでみたので、まあ1、2着は必ず当てていきたいなと思っておりますので、見ていきましょう。はい、展示と同じように、川村選手が4コースに入りましたと。いや、まあ足的にはもう結構上位だと思います。川村選手伸びはいいみたいなんですけど、あとは普通。天地の雰囲気見たら、やっぱ森田選手、そして2、3も悪くない。まあこうなってくると1の逃げを否定することできなかったので、まあ逃げは買わざるを得ない。 30% なんですけど、他の選手が1着を取ってないというのもあるんで、いや、モーターパワーでというところ。まあ風もない状況で、まああとは外の2人がどうかっていうところなんですけど、まあ坂本選手は見ておりますけれども、121の選手ですが、まあほぼほぼね、連帯してないということなので、連れてってくれてとしても、その先はないかなと。まあイン逃げが一番嬉しいんですけど、ね、どっちかというと伸びはしない、差し回り、62 61、頼む、1来てよ、これ3も来て、2だけない。あ、それはいいかも。あーやばい。あ、さ、え、3が頭取った、マジか。だったらイン逃げ、これインから内側詰めてるから、そんな、この時に出されたんだよ。あー、ダメだ、これ3になるわ、マジか。その抜かし方はちょっとないわ。なんだあの2マーク、川村選手はちょっと足良くないのか。いや、ちょっと邪魔しないでお願いします。いや、わー、これ穴だよ。3、1、6まで来たらもうこれ穴ですね、マジで。いや、あれはちょっと沈めてほしかったな。完全に外側からの差しが届いてきたっていう状態だった。
当てれるとか言ってくれるわけですよ。全然違えじゃん。しかも小上選手6着走ってるし、まあ、2マークの競り合いでの落とされ方、まあ、しかもあの大外だったら、まあ、楽はないけど、まあ、2マーク展開か。ちょっとそこまで見ないと一般戦はやっぱ怖いですね。最悪。いやでもこれ1マークの展開で3の頭はちょっと僕は変えなかった。それでも面白いレースでしたね。うー満州、まあ、前回はねもうイン逃げばっかり続いてたんで、今日はちょっと楽しい感じになりそうです。行きましょう。はい、さあそれでは買ってきました第2戦目です。ここ SGC 本庄メゾットの中では本命頭ということで、まあ鉄板レースかなと思うんですけども、ちょっと展示の雰囲気で雑感波乱もあるかなというところで、まあただ頭は本命かなと。まあここなぜ本命と言えたかというと、1号艇の藤井選手のイン1着率、これ 12.5% です。しかもですね、これ S 遅いんですよ。さらにですね、そうなってくると2号艇の頭が見えてくるんですけども、武田選手はこれ買いモーター。さらにですね、武田選手の各コースからの連帯率を見ると、これ差しに回すことの多いコースがちょっと苦手なのかなと。特に2、4、6、そこもあるので、これ先にセンター勢から攻められると考えております。ということで解明こんな感じです。3、1の頭はまくり差し、3頭は完全にまくり切り、まあ、こうなってくるとどうしても中澤選手の軸を消せないというところで、そこは買いました。そしてもう一つ頭本線の中でもこっちの方が有力候補と思っているのが、これ4頭です。これもうまくりだと思います。広瀬選手スタートがまず遅いで、3コースの広瀬選手の3コースからの1着率 22% です。まあ3コースだけはすごく勝っているっていうのがデータ的にありましたので、ここは買いたくなりました。池下等は悪くなかったんで、普通に切れれば先前は広瀬選手。そしてもう一つの本戦が、まあ中澤選手のこれまくり切り、まあ地元でもありますし、今回0台2本切ってる、ここを考えた上で5の軸で今回ちょっと勝負です。5号での大塚選手はこれ連帯率かなり少ないんですけど、まあ、4まくり展開であれば内側の選手、まあ、買いモーターっていうところもありますので、そこは来るかなと思っておりますので、そこで勝負していきたいと思います。ちょっと先ほどのレース、まあ、かなり悔しいレースになりました。2マークで抜かれるという展開もありましたので、ただねここもちょっと波乱ありそうなんですよね。中澤選手の軸3頭で勝ってるのがちょっと怖いですけど、行ってみましょう。はい、さあただいまですね、風が北寄りの風なんですけど、これあの戸田とか多摩川とかもそうなんですけども、左横風ちょっと多いの時、まあ、結構まくりが決まるっていうのが若干あるんですよ。僕の中ではですし、多摩川では完璧にそうなんですよね。なので、まあ、あっち側の旗がこういう状態ですね、うん、この方向からこれ真正面から風吹いてる時は怪しい、まくりが決まるパターンがあるという。もう間追いになるとね、やっぱ差しが入ってくるんですけど、この風はいいと思う。まあ広瀬選手の先攻めだと僕は思ってます。まあスタートに関してはね、分かんないっていうのはあるんですけど、もともとのスタートが広瀬選手も遅いので、中澤選手の攻めか、ただ絞るまでもない。この位置はやばいよ。よし OK、 外前でいいよ OK。 あーまずいまずい、ちょっと待って、あー終わったわこれ。もう中澤選手こっから3着来てください。いやでもなんかいや無理だ、一番後ろ走ってる軸はやっぱ怖いのか。しかも小上選手、いや大塚選手も来てるし、これやっぱりもう軸やな。もうあーしか出てこない。武田選手を潰した、中澤選手頼む、ワンちゃんワンちゃんをまたまた僕にください。これ無理だな。今4着でだいぶ 10m、15m ぐらい後ろですね。やって、いや5が握ってくれない限り、これ打ち差しだと絶対もう無理だ、勝ち目がない。打ち入ってきてくるけど、2マークではあと1周、もうこうなったら3、2、4でも、3、2、4でいい、3、2、4を僕にください。今 10m 後ろ、さっきよりも 5m 詰めた。ここ新人選手迷ったよ。よしオッケー、これなら大丈夫。いやー待って、頼む中澤選手頼む。3人でも意外に悪くない。200円しか買ってねえけど、いや1回は当てたいでしょ。あー中行っちゃった、これ大丈夫なの、いけますの、
無理じゃない無理じゃない無理じゃない、スリット前向いたのは4じゃなくて5のっぽい、頼む頼む頼む、写真あいつ無理だ、にも外回りしたんですよね。それで中澤選手その後ろから回ったんで、まあそうなりますよね。はい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 、何が本命番組だ、ゴリアレしてるぞ、楽しい。次は一応この前半戦では波乱レースだと睨んでるんですけども、これ以上の波乱はないような気がします。行きたいと思います。さあここ3レース続けてやっていきたいと思います。波乱番組としてピックアップいたしました。さあここ波乱というのはどういうことかというと、これ進入が 1,2,3,5,6,4 という形になっておりまして、インコースの広瀬選手、これビーバー選手ではあるんですけども、陰線一着率が 56% で、スタートが早くて、まあ展示の雰囲気見たらこれ内側3人はそんなに足的には悪くない。そしてここの A1 は安子地選手なんですけども、4カド戦、まあ行き足見ると3がへこまない限りここまくりないのかなと思っております。もし強引に行くような感じであればここ波乱あると思いますし、頭正攻法でまくりはないかなと考えておりますので、その目で買っていきました。買い目はですねこんな感じです。はい、これイン逃げの235235235という形で、ここが本戦、だからイン逃げが安子地選手が入らなければという波乱目です。これもうまくれないと僕は見ているので。そしてもう一つの目は安子地選手がこれまくりに行ったり、あとまくり出した時の3着をこれ紐穴としてはらんで買ってみました。これ佐藤選手、まあ、124期の中では、勝率がですね 3.08 ということで、これ6コース縛り124期という期にしてはかなり高い成績なんですよね。ただこれ F2 なんですよ。 F2 だからそこの足かせがあるので、もうスタート全然いけてない。ただ僕はここをワンチャンかけてみたいと思います。それはなぜかというと、6号艇の後藤選手がもう行き足がなく、昨日から見ているんですけども、外し対象として、まあ、できるかなと。安子選手はここはまくり差しを選択すると僕は思っているので、スタート遅れても打ち出し、そこを綺麗に決めてくれればそこが来てほしいという目です。まあちょっと先ほどのレース頭当てときながらあそこを拾えないっていうのはマジでもう悔しい戦いなんですけど、昨日とは全然違う水面状況ともなっているので、まあいいオッズが今日取れるのかなと思うので、この後後半に続けたいと思います。いきます、マジマジ。さあ先ほどはマジで悔しいゲームでした。というよりも全然自分的に反省してないですね。ダメですね、僕本当に覚えてない。平和島編で軸買いしてたんですよ、 B1VS A級で。なのにこれ A 級の軸を買ってしまったらもう元も子もない、本末転倒、マジ変われない男。 A 級の軸を買うのはこれナンセンスだなとちょっと思いましたね。こういう一般戦、ちょっとね後半戦はそんな買い方をしてみたいと思います。まあここ3号艇の須藤選手が、まあ行き足は悪くないと僕は見ました。なのでスタート遅れないという買い目です。まず安越選手もちょっとスタート切れてるんで、というよりも安越選手のそんな行き足がそこまでなのかなという感じでした。いいよ、いい外、とりあえずこれ2、3来たら2の2着、3、よし、これ詰まったよ、2の叫び、そば無理か、よし、 OK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 、 1、3、5いいよ、1、3、5だいぶいい、よしよし。まあ1号では売れておりましたけれども、まあここの目はなくはない、なくはないというか、次前拾わないでよ、 OK、 なんとかさばいた選手の方が、ただ足がある、内側押さえてるから、いやちょっとへさきを少しだけかけてください、全速されたら負ける、全速されたら負ける、頼む全速しないで、ああうまい、うまい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 、須藤選手ナイス、いいよ、OK OK OK。 まあここがもし2まで来たら波乱ということで、まあ買いましたけれども、ここはいいよ、いいよ、いい位置、外にフロッカー、岩川選手、あ飛んだ、2も来い、
警戒したいと。いや、少し選手後ろ行ったよ。左側見てください。お願いします。外前で回してからの差しだと間に合わない多分。あ、回してからの差しにした。まあいい、まっすぐ技、小技出ました。500円かけてますからね、小技でもなかなかいいオッズじゃないでしょうか。うん、さっきのね、ちょっとゴリマンシューが僕を冷静にしてくれました。何やっとんねんっていう感じで、この3レース目で当てれるのはマジで嬉しい。うん、悪くナッシングでもジャッツキャン負け。いや、後半これでまあ何度かやっていきたいと思います。で、後半このまま続けて4レース以降やっていくような形になっておりますので、まあこのままエンディングを迎えたいと思いますけれども、まあこの前半戦でちょっと得た、そして平和島編で A 級バサス B 級でやった軸を A 級買ったら意味ないっていうのがありましたんで、まあその辺をね、出さないように満州取りたいと思います。この後続きますから見てください。